俺もその間に濡らしたズボンの後始末をしとこうかな。あ、漏らしたんだな。よし、じゃあこいつの拷問ショーの始まりだ。頭に電極くっついてんだけど。どうどう？あれ、ちょっと動いたかも。本当？誰かいるのか。もうちょっと強くしてみたらいいんじゃね。子供の声。まあいいや。まあいいや。よくないよ。眠ろう。状況がもう最悪だよこれ。ダイヤルを2のところに合わせておいて。ほい、来た。リコ、それじゃ20じゃね。え？電気椅子だね。起きた。サイコしかいねえなここ。おいリコ、何をやった。え、電気ぶち込みました。電気がすべて消えてしまったぞ。個人の電気全部消えるってことは20ボルトではないな。全開はやりすぎだったかも。姫に合わされるよ。まあ早速後ろにある椅子で。あの痛みよりも。あ、その通りだよ。後ろにある椅子以上の痛みが。拷問部屋なのに打ち鍵なんだな。はい、出る出る。お前今度は何をした。いや違うんすよ、実験してたんすよ。え、何も大したことはね。大したことなんか何もしないっすよ。 そんなことよりも膝をぶつけたんですよ、いい角度で。痛かったね、膝痛かった。部屋の中を見せてみろ。別にいいけどね。ほんと痛くって、いい角度だったんで膝が。いいから部屋の中を見せろ。まあ見せりゃいいんでしょ、見せりゃ。しょうがないな、なんもないよ。あれ、どうやらおかしなことは見当たらんようだ。おかしなやつは一人いるけどね。ロボットくんいない。おい、何か言うことは。左遷。安静してまーす。もう別として個人中の掃除と反省文と猛省文を書いてもらおうか。反省文と猛省文一緒じゃないの。来い。ごめんなさい。かわいそう。一人で責任押し付けられるなんて。言ったかな。なるほど、あれに捕まったらただでは済まないな。腕が伸びてる。とっさに腕を伸ばして天井裏に隠れて事なきを得たが、ワンピースフィルムレッドだ。しても腕が伸びるとは一体僕は何なんだ。海賊ですよ。いや、麦わらの。先ほどの少女の言う通りロボットなんだろうか。いや、海賊ですって。もう二度としませんって帰ってきた。やったね、私最速提出記録更新だよ。じゃあ何回も書いてんだな。ロボットくんのことなんとかしなきゃ。お、やっと解放された。尻のところの跡は何なんだろう。焼かれた。てめえらてめえらよくも逃げやがったな。ねえねえロボットくん、自分の名前って思い出せないの。ルピーじゃないの、ルピー、うん、麦わらのルピー。体中を調べてみたが名前らしきものは全く見当たらなかった。なかったか。名前がないと不便だから私がつけてもいい。レゴってどうかな。全然違った。レゴ。ルピーじゃなかった。気に入ってくれた？うん。どっちかと言われれば、そうだな。じゃあ、これから君はレグだよ。うん、あと服着た方がいいと思うわ。そう呼んでくれ。ところで、名前の由来は？足。前飼ってた犬の名前だよ。犬か。レグのことで話し合いたいことがあるんだ。
何ですか？僕は異物録の総集編をくまなく調べてみたんだ。異物録とは？今まで発掘された主な異物の、いわゆる図鑑だよ。図書館とかに置いてある、異物には貸し出せないやつね。価値によって分類して異物録に載ってるの。太陽玉は低いんだろうな。なるほど。あんなにいっぱいあったもん。四級異物は取るに足らないか用途が不明なもの既存の道具の代用になりにくいもの。いらねえちゃんちゃ。三級異物は高い価値実用性を示すもの、探掘において有用なもの。この見た目で。二級異物は新しい概念をもたらし生活を変えうるもの、また探掘において極めて有用なもの。バケモンじゃんじゃ。そして育休異物気持ち悪い。国同士の力関係を変えうるものなんだよ。深層探掘で極めて有用なもの。そんなもんがポンポン見つかったらやばいっすよ。一番すごい特級異物。特級異物は多くの国々ひいては世界を変えうるものなの。すごい基準だよねすごい熱烈に語っている。そうだ、ね、最新の分類法ではそうなってる。あのねレグ、特級異物のアンハードベルは私のお母さんが見つけたんだよ。時止められたら結構やばいけどね。殲滅のライザって言うんだ。10秒だけ止められるのかな、ディオみたいに。そうなのだな。だから思い切ってレグを人としてリーダーに合わせてしまおう。無理あると思うけどね。シギマジで？だって腕ガチガチだもん。フランキーみたいになってるもん。果たしてそんな作戦がうまくいくのだろうか。多分無理だと思います。僕の心配は杞憂に終わった。リーダーのジルオには含みのある発言をされたものの受け入れてもらえた。ああそう。かくして僕はベルチェロ孤児院の生徒となり探掘家を目指すこととなった。意外とバカなのかもね、あのイケメンの人。なんだその腕は、なんだその冠は、なっちゃうよこれ。どこだよここ。よし頼もう。ん？お前か。そうです、私です。少し頼みたいことがある。なんだよ。いやまた何人じゃらしって、あれかな。なんかいろいろ振り回してきたやつかな。時間をかけても構わん、その代わり無理はするなよ。あれなんか近づいちゃうようないけない感じだったけどね。え、それだけ？また行ってこいっていうこと？ひどいな。お、なに、ラフィーの店って。店行こうぜ。いらっしゃい。奥さん、奥さん、芋餅売ってますね。芋餅だよ。大してそんな便、なんかそんな珍しいものはないっすね。武器ないの？武器ないか。いつでも来ないよ。はーい、しょうがない、突撃するから。また今がチャンスだー、どりゃー。あ、倒した、やったー。いて、お前らはいいって。やったー、トゲの草取れた。重て、あ、待って、めっちゃ重たい。え、こんな重たい？あれ、なんかリコ爆弾ある。リコ爆弾、包帯、電報線、ロープ。すごい、探掘家専用グッズって感じ。オーダー味。金くれよ金、物じゃなくて。それにしてもあれから2ヶ月か。もう2ヶ月も経ったの？驚くほどすんなり馴染んでしまった。あ、レグいた。異物保護の観念、観点から大桟橋まで行くよ。ここに残してるのかもしんないけどな。景色の立派な桟橋なのだろうが、しかしこの大穴にかかるとなんとも細く頼りないことか。なんか途中まで止まっちゃってるからね、橋。とたくさんの人が集まっているな。そりゃそうだよ、だってハボさんの隊が帰ってきたんだよ。ハボ海鮮だよ。海鮮ですか？
じさまだよ。ああ、甲信店のラフィーの夫か。ああ、さっき店行った人ね。どんだけ逆さだったか聞いてみるんだ。ハボさんだ。ハボさん。ハボさん。でかい。今帰ったぞ。横にも縦にも長い。ねえハボさん、何かすごい異物持ち帰ってきた？いやそれが。もちろんだ。太陽石だけ。異物じゃないかな。違う、太陽玉か。太陽玉だけです。お前に関係あるもんだ。え？私に？ああ、これを見ろ。白笛？これって。それは、殲滅鏡の白笛だよ。ママの。ママン。ライザさんの、殲滅のライザの白笛なんだ。ライザ？それは確か。マイママですよ、うん。お母さんの名前。ライザさんの魂である白笛が、10年の時を超えて、オースの町に戻ってきたんだ。10年も？長っ。何か面接いいんですか？ああ、問題ないよ。圧迫面接だ。私みたいな赤笛でも？まあ、大丈夫だ。俺が娘だからだ。白笛は他の笛と違って、本人にしか使えないんだ。全部が独自のデザインの上に、異物を加工して作られてんだ。隠されたもんで偽造もできないんだぜ。全部のお金そうしたいね。お母さんの体だった人とか、もっとふさわしい人がいたりとか。娘の俺がもらうに決まってんだろ。白笛は親族が受け取るのが習わしだ。みんな納得してるさ。身が重いなら組合に任せておくこともできるんだよ。いやこれ俺のもんだから、あんたにもあげねえよ。リコ、私がもらいます。ああそれがいい。それとな、他にもライザさんが持っていたという封書がある。お手紙ですか？封書。ああ、その白笛と一緒に鑑識士の先森から受け取ったものなんだがな。白笛の持ち物ってことで鑑識にかけられてるが、すぐにリコも見られるはずだ。お母さんからの封書、手紙ってことですか？手紙で、まあ手紙だよね。そうか、そうだな。リコに宛てた手紙に違いねえ。じゃあどうしよう、自分のこと何も書かれてなかったら。封書が見られるようになったら連絡してやるから。笛だね。いたのかリコ。リーダーが呼んでいるぞ。あ、レグ。大丈夫か？浮かない顔をしているようだが。まあ、浮かない顔するだろうな。だって、遺品みたいなもんだもん。ちょっとお母さんのこと考えてて。あのね、私、お母さんに憧れてるって言ったでしょ？言ってたね。でも、お母さんがラストダイブに向かったとき、私は2歳だったの。ラストダイブ。白笛が深海6層に降りること。そうしたらもう二度と帰ってこられないの。まあそう言ってたわね。だから私、お母さんのことほとんど覚えてなくて。誰かライザのことをよく知っている人物はいないのか？リーダーがお母さんの弟子だったって。リーダーって誰？リーダーが。あのイケメン？それならちょうどいい。呼ばれたついでに、ライザの話を聞いてみるのはどうだ？そうだね。うん。そうしよう。皆の語る通りの、伝説的な白笛だ。伝説的。とは言っても、俺も探掘に随伴したことはほとんどない。あ、そうなの？俺が知っているのは、どちらかというと地上にいる時の、
傍若無人でいたずら好きなライザさんだ。おばさんの店で万引きとかしてたのかな。喧嘩っ早くいたずらは同行していて、言動はどこまで嘘かわからない。まあ間違いなくおばさんの店で万引きはしてましたね。白笛じゃなかったらただの変人だ。なんだろう、ピーマンとか何やらリスの肉しか食わねえとかそういう感じなのかな。そうだな、全くその通りだ。本当にむちゃくちゃな人だった。苦労してたんすね。あれはもう12年、いやもう少し前になるか。なんか語り出したんだけど、当時お前を身に宿したばかりのライザさんは、大事な体でありながら調査隊と共に深海4層まで潜ることになった。え、なんでそんなことに。国からの特命だった。白笛は従うしかないんだ。特命係のライザさん。真相で見つかった特級異物アンハードベルの回収のためだった。ああ、ディオのねこの探掘は苛烈で10ヶ月にも及んだ。他国の探掘家との争いもたびたび起こり、調査隊はほぼ壊滅。ああ、お前の父上黒笛の東子さんも命を落としている。あ、お父さんはあれなの、その黒笛なんだ。お前は生まれた。え、あれ、それではリコはアビスの中で生まれたのか。アビス生まれのリコさん。リコの生まれはアビスの真相ということになるな。え、そんな深いとこから私どうやって地上に戻ってこられたの。すごいっすねライザさんが持ち込んだ呪いよけのカゴのおかげだ。きめー。だがカゴごとお前を持ち帰るためにライザさんはアンハードベルを諦めた。キモすぎるでしょこれ母なのだから当たり前などと思うなよ。特級異物は国同士のバランスすら変えかねない代物だ。そんなそんなすごい代物なんだ。町が潤い、タイの将来も約束される。計りにかけるにはあまりにも重い。まあ取るの大変だからね、妥当なんじゃないですか。ライザさんはお前を選んだ。愛されてますね。富、仲間、信頼、その一切を、それら全部を手放してでもお前を手に入れたいと願ったのだ。お母さん、優しい人だね。お前は偉大な母の重圧をものともせず自ら道を選ぼうとしている。ライザさんが命がけで守り抜いたものは今も脈々と続いているんだ。私、いい話だな。頑張ります、リーダー。トキオリーダー、白笛のライザを追いかけて。先ほど探掘組合の本部から連絡があった。ライザさんの封書閲覧の許可が下りた。見ていいの？わかりました、探掘組合の本部ですね。見させていただきます。レグ、お前もついていけ。お待ちしていましたよ。すごいね、暗そうな人来た。殲滅のライザの封書を開示いたします。あざす。私目が立ち会いますが、手は触れないでくださいますよう。あ、はいドンタッチ。これ、お母さんが潜ったのは10年前なのに、異物録の図鑑に載ってるものが一つもない。すごいっすね、見たことないものばっかり。まあまあ結構綺麗な状態で残ってるよな。僕に似ている。俺だ。うん、ところどころ違うけど。中華製ってことかな。人型の影、正体不明。七層を間近にしたところで遭遇。先ほどからじっと私を観察している。バカめ、
お前も私に見られているのだよ。お前を大きさは覗くときに、またはね、俺もこちらを覗いてるってわけね。不釣り合いに大きな手足と頭、鎧か何かだろうか。慣れ果てとは違う空気を感じるが、試しに声をかけたら逃げられてしまった。驚くべき跳躍力で上にだ。リコが上に中行ったらゲロじゃ済まないからね。そして人ではないのか。そもそもどこから来たのだ。謎が多い子だね。レグ、リコ、隣に文字しか書いてない紙がある。手紙にしては短いな。一言メモ的な感じだね。何何、読めない。奈落の、奈落の底で待つ。少な。もうちょい書いてくれてもよかったんじゃないの。いくらあんでも少ないっすよね。これね、奈落の底で待つの詩編。どうしてちょろまかしてきちゃうかな。いや、業務上横領は慣れたもんですよ。手紙だもん。だから俺のもんだ。私のだもん。それでどうするつもりなんだ、リコ。お母さんの待つアビスの底を目指すよ。おはよう。まだ赤笛ですけどね。うん。だから協力してほしいの。また巻き込んでるよ。俺は反対だ。でしょうね。アビスの底ってお前軽々しく言うけどな。納豆。言ったら二度と戻ってこれないんだぞ。何よ今さら。私は白笛を目指してるの。そんなの覚悟はできてるもん。そうだよ、憧れは止められねえって誰かが言ってたぜ。僕は分かってねえ。もう二度とここのみんなとも会えなくなるんだぞ。そうだよ。おばさまのところに遊びに行ったり、リーダーに教えてもらったり、俺たちと遊んだりできなくなるんだぞ。それお前が寂しいだけだよな。だから。だから。分かってるって言ってるじゃん。あ、泣かせた。いけねえんだ。ねえ、ナット。リコの決意は固いみたいだし。急に BGM 止まるじゃん。これ以上はリコが辛いだけだよ。わかった。あ、わかってくれた？もういい。あ、だけどリコ。しょげた。レグも連れてくのか。あいつ俺のもんだもん。どうせレグがいるから、なんとかなるとか思ってるんだろ。レグそんなに信用度あるかな？ついてきてなんて一言もレグに言ってないよ。俺一人で行くんだよ。レグを独り占めするの、なんか違う気がして。みんなのもんですからね。レグ、記憶が戻らないまま行ったら、すっごく危ないし。じゃあ、リコは、レグを置いてくつもりなの？わかんないけど。ああ、もう！とっととレグの気持ちを確かめてこいよ。何この恋愛みたいな感じ。どういう状況？お前の気持ちはどうなんだ？紛れもなく、ロボットということか。それはわからないけど。なら、ライザの封書にあった人影は、記憶を失う前の僕なのか。一体、何のために作られた？さあ。オーバードとシギーは言ってたが、僕も、異物の一つなのか。知りたい。僕は一体、何者なのだ。いや、もうワクワク止められないでしょ？彼の生活は楽しいし、彼らと離れるのも辛い。けども、僕は確かめたい。自分自身のことを。本当に？あ、これ今話してんのか。レグの独り言ではなく。本当の気持ち？そうだ。手がかりは一つしかない。奈落の底に答えはある。というやつだ。クソ短い手紙ね。僕が作られた意味や、オースに来た理由も。それら全部がアビスの底にたどり着けば
見つかるんじゃないか。案外何もない説に一票入れるわ。気がしてるんだ。だから僕はアビスの底を目指そうと思う。お前が言うならね。断られてもついていくつもりだ。いや、もう大歓迎の歓迎会よ。もう私なかなか言い出せなくて、お母さんに会いに行きたいのに。リコの気持ちは分かっていた。僕は奈落の底まで君を守ろう。なぜか恋愛感がすごいけど。ありがとう、一緒に行こう。ナットは泣いてるぞ。もちろんだ。これで決まりだね。でって、お前らいたのか。なあリコ、その気になってるとこ悪いけどよ、やっぱり言わせてくれ。おう。お前本当に母ちゃんに会いに行く気なのかよ。当たり前よ。そうよ、お母さん奈落の底で待ってるって。そんなとこで10年も生きられると思うのか。納豆お父ちゃんみたいだな。何よ。分かれよ、なんで笛が上がったんだよ。お前の母ちゃんとっくに死んでるんだよ。ああひどいこと言った。そんなことあるんだよ。シゲとこれレグあれだぜ、気まずいよこれ。もしナットの言う通りだとしても、そうだとしても、私はそれを自分の目で確かめるの。それこそが探掘家でしょ。そうだそうだ。ナットは分かってねえぜ。そうだな、何事も自分の目で確かめるしかない。ナット大批判。俺はもう知らねえよ。しょげた。お前らの好きにすればいいだろ。ナットまた急に BGM 止まった。どんな手を使っても止める気だったけど、リコを頼んだぞレグ。ああ了解した。完全に構図が。それで嫁をいつ出発するの。嫁をくださいって。お、何行く出発。アビスに潜るつもりだよ。私も同行しよう。だったらスラムの攻撃外から降りるのがいいかもね。案内してあげなよナット。ナット、なんで俺が。だって詳しいよね、岸壁外のこと。頼むぜナット。わかったよ、案内すればいいんだろ。アビスに降りるのナットやるじゃん。ちょうどいい場所があるんだ、ついてこいよ。頼んだわ。ここからレグどうだ。もちろんいけるぜ。住んでるよ。いけるいける。わかった、なら僕はアビスに降りる用意をしてくる。アビス、まあ、主に用意するのレグしかいないけどな。今のところ考えてる目的地は深海2層の終わりにあるシーカーキャンプだよ。シーカーキャンプ。そこの先森さんにお母さんの風書をどこで見つけたのとか聞くつもり。ああちゃんと答えてくれるといいね、その先森さん。きっと優しい人だといいな。誘いの森に入ることを目指すんだね。そこまで赤笛が降りればもう追ってはかからない。そんなすぐバレんのかって感じだけど。もすごく難しくなるから自殺扱いになるんだ。不吉だな。おい、そんなことよりもっと話さなきゃならないことがあるだろう。ナット、なんだよ。あのなリコ、俺なあれ、あちくしょう。意外と涙もろいナット。泣かないで、二度と会えなくてもアビスでつながってるから。上にいても呪われた奈落の彼方にいても私たちアビスでつながってるの。そうだよ、アビスはみんなをつなげるツールなんだよ。大丈夫。タップルと同じ効果があるよアビスには。何よ、また始まったな。うん、始まったね。始まったな。そう、始まっていたのです。
ちょっと俺はどの、どのポジションにいるんだろうな。気をつけてね。すぐ戻ってきてもいいんだからね。あ、もうきつかったら帰るわ。頼んだぞ。了解した。君らも達者でな。達者でな。二人とも、ありがとう。バイバイ。それじゃ、行ってきます。でもレグに服は結局出してくれなかったのか。おばさんの店で服ぐらい買っとくべきだったな。売ってなかったけど。